はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。ミニミギミミです。そしたらフライのチェーンの続きをやっていきたいなと思います。今回なんですけど、地底の館全区の31階というところからいきたいと思います。前回の続きですね。さて、前々回地底の館を60階相当ぐらいで負けてしまったというような状態です。さてと、敵はそう来ないみたいだけど、あれ、木の矢偽物か、これ偽物ですね、これ。よいしょ、石8個。敵はゾウさんがいんのか。持っとる。ギャザー先生がいるな。ほい、いった、混乱雑誌。巻物が1個、1発18。まあまあ、なんだ、爆睡。ギャザー先生の部屋か、今回は。ほい、巻物とリターン。ほい、そら良くない流れやな。しかも強えし。うわ、チメグはどうしようかな。10に読んだ方がいいな。ヒットポイント見えねえって怖え。へい、らっしゃい。床にすぼまった。これフィーバーだな、きっと。フィーバー、お祓い、素早さ、癒し、祝福、癒し、おにぎり。いやー、よいしょっと、ダメか。ほい、嘘。ちょっと待った。死んだら元も子もないので、癒し飲めないっすね。こっち飲みましょうか。マジか。あ、レモン2000。幸せそうか、不幸のあれか、もしくは無敵そうか。力守り状態。うん、ちゃうねんて。うわあ、結構厄介。しゃあない、もう識別読むしかないわな。幸せそう。さあ、フィーバーどうするか。あ、間違えた、売っちゃった。買おうとしただけなんです。フィーバーだと踏んで、かけるぞ、ここは。で、もう持ってんのが睡眠の札しかないから。
これは良かった。あ、復帰す、あ、復帰すんのこれ、ゲージって。あ、そうだったんですか。はぁ、あ。これ何？ 1233、 結構高いぞ。右下が石と、なんだっけ、右下にあったのはいらないと思って来たんだよな、確かこっちは。うわぁ、昼立てねえぞ。うわ、ドラゴンもいるし。ヘビ。ヘビ、なんでしょう。くそーす。いやぁ、やべ。しかも間違った。普通に間違ったぞ。やばいぞ。これはまずいぞ。やばいやばいやばい。負ける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 というか死ぬ普通に。やべ。札あったっけ？睡眠札。で、笑いは聞かねえんだよな。え、起きた。笑いのツボだな。採用ください。マジでやばかったぞ今の。もざらしのパンツって。いやー、怖い怖い怖い。聞いてなかったー。280、 そんな数字あるか。1000の 35% で350のかけ 0.8 倍あるな。これ1000巻きだ。多分読めないよね。あ、読めた。え、ごめんなさい。800円でした。はい。あかんて。やばい。向こうの爆睡取ってこようかな。食料は最悪店で買えるから、
倒せないだと。え、嘘。はぁ、やらかしました。何やったの俺。はあ、なんか変なことしてるよ。ダメだ。あと祝福の巻物が1、2、3、4。これ割りたくねえなー。でも割らんとダメっぽいしなマジで。割りたくねえなあ。いやいや大丈夫だよ。壺増大を祝福壺に置けばいいんだ。でここの中にこれを入れればいいっけ。で5、あれができなくなっただけだな。あとはほいと80も食らうのか一発で。ダメですね。ほい。倒せない。ガバプレイが続いてます。これ偽物でしょ。これいらねえよな。よくよく見たら素早さそうだけもらってっか。むしろ識別してえな。これなんだ。10動かず。昼盾が出ればな。これいけるんだろうけどな。昼盾出るかな。さあ難しくなってきたぞ。あと金縛りと一日のしのぎがないんだよね、まだ。それもちょっと怖いとこだよな。
1、2、3、4。ほい、そろそろ来てもいいと思うんだ。金縛り来た、ようやく呼んだけど来たぞ。ほっ、敵が一体寝てます。ほ、寝てる状態です。おい、広い。倒せないか、マジか。3発きついな。あ、やべえ。うわ、なんもねえや。嘘、倒しきれない。あなた攻撃力バグってんのよ。あ、見えてんのね。はい、さあきつくなってきました。だいぶ。ひえ。一発痛くない？これは。ほんとバクってると思うけどな。うおっく。それはまずいまずいまずい。1、2、3、4、5。あー、起きちゃうの？ 5 ターンしかないのこれ。いや、マジでおかしいから、このダメージ量。
飛ばし薬草なんだこれ、一時しのぎかな。しのぎっぽいんだよな。保存が出ねえな、つらい。おう、ドラゴン先生イハル。死のって書いとこうか、一応勘。でも多分一時しのぎっぽいんだよな。違かった、罠だ、罠消しだ。昼盾が出てこねー。そろそろ昼盾欲しいんだけど。ひー、ほ、札。何にもない感じ。うわー、こっち来ちゃったか。倒すしかないか。うわ、なんもないし、かも。ラッペ。鉢合わせ。なんか増えとらん。くんな。
こういうところで飛びつきとかが欲しいんだけど、あるな。あれ識別か。プレイが雑になって来てるような気がしとる。これまずいよ兄ちゃん、これまずいよ。ここ即抜けだよ完全にこれはまずいだろう。で左上行ってあっちに対してだ。で逃げろー。眠り大根いたいた。起きてるか。起きてるね。射程距離になっちゃったな。やばいな。ほっ。で、下のこっちに対してだな。ほっ。1、2、はい。昼立てさえくりゃいけるんだろうけど、やっべえ敵がいるしな。ガチるしかないんか。昼立てこい。隕石く違う。目薬、オーラ消し、爆睡、幸せの祝福、おにぎり、シンク500。これ飲んじゃって多分大丈夫じゃねえかな。力じゃないのかな。シンク飲んじゃおう。これおい。ふぅい。睡眠。OK。1、2、3、4と。
識別、識別は嬉しいけど、マジで天守きつ。こいつやっとかないとやばい。あとは壺保存来い。ヒエビエコふっかちゃうねん。やっべえのが来たぞ。しかも直線だな。ふう。効くんか。根回しは効くんか。ほっ。幸せそう、もらってくわ。さすがにやばそう。わあ、本当にあれが欲しいね。ついなー。うへー。お、ほう、今洞窟マムルがいたよな。痛い。固定ダメージのものがないか。足くらいか、あの。え？え、意味わかんないんだけど。え、ギターマムルなんじゃないの？何のために身代わりさせたんだあれ。しくったー。これは運だぞ。ほっ。オッケー。オッケーじゃない。ひえ。あ、
ちょっと待った。これは稼ぎができるはずなんだ。ちょっと待って。こっちか。こっちを投げて、金縛りが取っとかないと。こいつは倒さなきゃダメ。あ、ダメじゃん。ミスった。ほい。ほい。うん、よし。いいって。オッケー。いけるか？ダメっぽい。うそ！今のはダメだ。倒しちゃったか。
ダメか。消しを投げてこないね。痛い痛い痛い。毒消しを投げてこないな、なかなか。普通に痛いんだけど。ようやくだ、毒消しが来た。ちょっと多すぎかな、敵が。これを倒しておきたいな。ほい。ほい。単純に数が多いか。おいさ、まあいいや、こんぐらいで。痛い痛い痛い。最大満腹度アップ。よし、草稼ぎ頑張りましょう。痛い。
さあ、どこまで上がれるかですね、これで。あと、昼盾が来ればバッチリなんだけどな。あ、そうか、高飛びの関係でなくなっちゃったか。成長状態。痛い痛い痛い。なかなかいいのが来ないっすね。OK、ヒットポイントプラス3です。満腹度アップ、最大満腹度も上がる。ポイントプラスもつく。これ多分次の階層もやります。威力アップ、よく見え。難しいですね、なかなか。いいものがなかなか来ないですね。一応高飛び対策で動かずを入れてるんですけど、当ててくれよ、ちゃんと。三河足入ってないんだから。プラス1。消し。OK、 満腹度アップ。これも200までいってほしいですね、できれば。200がマックスのはずなので、最大満腹度は。草稼ぎ、草稼ぎ。おげ、いたたたた。いい手、2連発でドラゴン爽快。パワーアップ層、パワーアップ層。どうせやったら力の草ポーンと投げてくれると嬉しいな。あ、分かった。そうそうそう、そうやってくれるとすげえ嬉しいな。サーブ。痛い痛い痛い。さあ、どこまでこれできるんだろうな。満腹度アップ。高飛び層の効果だったね、今の。危ない危ない。ああ、嘘、こっちもやってよ、それ。当ててよ。成長状態。毒消し。成長状態。お、最大ヒットポイントがアップですね。薬草ですね、ここら辺は。命の草でもポーンと上げてくれればいいんだけどな。どこまでヒットポイントって上がるんだろうな。お、裁判で満腹度また上がりました。
4つ上がりましたね。いいですね。命の草投げてくれました。お、18。もうあと3つ2つ上げてくれてもいいんですよ。パワーアップ、そうですね。成長、あらまあ、トンネルでしょ。持ってたのはあと吹き飛ばしか。やば。まあ2回目。さすがに難しいかな、そろそろ。まあ行きますか。さて37回。やめんか。これはひどい。さてさて、失敗するとアウトなとこなんだけど、まず邪魔だから吹き飛ばそうか。あんただよ、よくないな。んーで、いい場所を見つけてきましょう。あらまあ、いるのね。いる感じですね。狭いのかな、マップが。部屋あるな。逃げろー。あ、見つかってる？もしかして。今なら睡眠だな。じゃあ当たれば両方やれる。なんだこれ。マガボニー、
なんだ。道具封印。これはまずいよね。基本的には。ほいっと。で、トンネルじゃない、睡眠を投げて、あんたは倒すと。オッケー、ヘブニー。うん、祝福はある？やりたくないな。お祓い2回分。壺増大で識別は無理だな。鈍足か。いるいる。盾なんだあれ。お、獣。これ一篠っぽいんだよな。これ割ったとしたら、識別が使えて、飛びつきと場所替えを回収、幸せを使う。祝福を割ったら、お祓いの巻物を、で、各種アイテムを使える。なるほど、こういった部屋な。倒さないとあかんな。まずは、素早さそうか。こいつはやばいだろ。で、しびれを持って、ここで金縛り。あとは動かずを持って、やるか、しゃあないな。混乱巻いる、祝福巻もいるけど、壺増大じゃなくてこれ読む。動かず。で、これは持っとかなきゃあかんやつ。
びつき身代わり吹き飛ばし、おにぎりだな、置いて祝福巻を放り入れると。で、壺灯台はここかな。あんまよくわかんないのに使うのもどうなんだろうと思うけど、まあ、ここかな。で、爆睡と交換。やっぱり一篠だよこれ。よし、これで随分楽になったな。あとはこっちに来るのを誘導してあげればいいんだ。あれは入れてあげて OK。で、これは倒さなきゃダメか。いい。動かずやってなかったー、まだ。よいしょ。あそこにせっかくやったのに、おや、一篠から外れてるやつがいるぞ。いや、まずいまずい、それはまずい。いやー、なんだこれ、すげえ数いる。待って、アンター倒しとかね、やばい。で、動かずをやっておいて、で、来たら金縛りでいいでしょう。なんか いません。オッケー、ふう、あとはここでもう一回稼ぎをやります。あれなんだっけこれ、壺灯台か。
もったいないけど、ツボ増大、あれだな。忘れないうちに、トドに読んどこう。絶対何が何でもクリアしてやるという強い意志ですね。最大ヒットポイントも上げてくれないかな。力上げてくれてもいいんだよ。食べ物ないんだね今現状。そうだね、食べ物ないんだな。一応取っとこうか。いやダメだな、ここは当たるわな。なんかで事故って当たるかな、ここは。あ、やばいやばい、攻撃される。いった。全然あれだな、上がれないね。匿名状態、痛い。お、よし、あと最大ヒットポイント上げてくれた。
満腹だ。あ、よし、最大満腹だ。マックスまで行きました。これであと力だけですね。力と最大ヒットポイントだけ。力の草投げてくんないかな。最大攻撃力を上げてほしいんですよ。成長状態、うーん、ちゃうね。お、そう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 、それ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 が欲しい。さて、こんな稼ぎをやってますけど、クリアできんのかな。ぶっちゃけ保存の壺と昼の盾が出てくるか出てこないかだと思ってるんですけど。痛い痛い痛い。力アップ。いいですね。問題はこれ出るときだな、最後。ああ、来ちゃったか。あと最大ヒットポイント上げてくれないかな。あー、ダメ。許されない。それは。そろそろやばいかな。よし、行きましょう。木の矢が足りなくなってきたな。でもまあ行くしかないので。よいしょ。お、起きたか。うわー、あれかー、ここも。ですよね
ダメか。がある、ツボ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 、識別、よし、誘導 OK。 あ、しまった、そうか、草が取られちゃったか、ダメなんだ。あ、無理か。よくよく考えたら無理か。うまいタイミングで金縛りが入んないとダメだから、金縛りの杖がもともとないとダメか。そういえば、おーおー、いや、あかん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 。いや、行きましょう。稼げるかなと思ったけど。さて、1時間もやっちゃってんだね、この状態で。うーふぅー。死んだかな。いや、睡眠札かな、まずは。おい、1、2と、OK。バード先生がいるね。
これ何？ただの壺。合ってた。さあ下から来るかな敵が。いやちょっと待った、こいつだって確か他のも、真空切り、入れとくか。言いたい。こんだけ草が普通に落ちてるってことは、ふーむ、お祓いが欲しいね。それはこれ行った方がいいかな、この感じだと。あと欲しいのは背中の壺とか回復系のアイテムが欲しいですね。さあ40回です。よかったここにして、ほい。寝てるな。はい。うん。うん。起きてないね、まだ。ほい。痛み分け。あれ、何？混乱よけ。あー、いるいる。いや、潰しとこう。音速振ってほいっと当たるよな。ほい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 、ツボ飲んじゃいましょう。このヒットポイントはちょっとまずかったもんな。やっぱいいよ。おさらし先生来んなよ。どっからやるべき？ここから？で逃げて、ほい。壺があるかだけ確認して、ない。しかも敵しかいない。もったいないかな、スイングだ。え、待ってよ、それおかしいって。
ふぅ、誰だ。さて、左から行きましょうかね。壺がある。敵来ないでほしいなーという期待を込めてこっちから行きますけど。うわー、ダメダメ。ここがあれですか。身代わりがある。ほい、2000か。ほい、ギャドン、星、天メグ読んじゃってもいいね。守護石の刃今いらない。いや、守護石に変えても、あ、ダメか。金縛り欲しいっすわ。いい店じゃないですか。ちょっと先に壺を見させてきてもらっていいですか。神。はあ、よかった、やっと来たよ。ギャドン、ここだけや、あの、昼だけやっとくか。購入？やつは潰してからの方がいいよな。潰せば泥棒はできる。言えるものは、一回合成を潰しときたいんだよな、さっさと。でも、その次、できるかっていうのがないんだよな。場所替えもあるし、行くか。ほい。OK。で、16、痛えな。
5個割ってまた何を結局何を残すかだな。これいらないでしょ、これいるでしょ、これ読んじゃうでしょ、で飲んじゃうでしょ、これ拾うでしょ、これいらない、これはいる、入れるんだったらあれか、これか、なんだこれ、おい円筒いらねえ、でいらないものを1個置いていくとしたら何がいらない、こうかな。あとは敵が出ないっていうとこだけだな。また矢稼ぎが足りてないね。これをセットして、あぶねえ、来てたよ。じゃああとはどこだっけ、660あるかな。じゃあ行きまーす。金縛りしたら確定だけど、
吹っ飛ばして十分だね。オッケー。ふう、言えましょう。ちょっと難しそう。これとこれ。よし、ヒットポイントが残ってれば倒せるな。一発じゃ倒せない、うん、見えてないね。よし、見えてなかったっす。あー、よくないよくない。これはしかも何もなし。サルがサル。よし、うーわ、危ね。よかった。4部屋マップだ。こっ、なんもないか。あとは向こうに増えてないことを祈って。増えてた。このちっちゃい部屋マップ嫌だな。ちょこちょこ出てくるけど。うわ、おにぎり先生がいる。え？うひゃ、あぶね。あ、うそー。
ダメか。やばいな。いや、これはまずいわな。単純にパワーが強くて助かってる。見えてるかな？見えてないね。見えてるかな？これ。見えてそうだな。43？ ダメージは痛いな。回復系がないっていうのは辛いな、これは。いやー、きついなー、しかし。よし、だんて。それまずいわ。ダメか。行ってみるかい？クレオポンが2つ。
こいつは早めに倒しといた方がいい。腕輪があるんだよな、あそこに。違うんよ。今はそれじゃない。溶かされるわ、やべ。すごく変なモンスターハウスくせえところがあるんだけど、行くよ。ほっ、よいしょ。オッケー。だいぶ消えたぞ。いていていて。カン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 、アイテムが消える、消える。ゾワゾワ。ふう。もっと来たいな。影縫い。右。オーラ消し。ヤヤギャドン。も、言えたよな。ついばみだよね、これ。
全然ダメージ当たってない。うへー、ほっぺ、おい、ツボがねー、そっちはないんだって。あと1回。うおー、しまった、失敗しましたね完全に。欲しいアイテムは手に入りませんでしたね。多いなぁ。うるせえうるせえ。草か。うーそー、これでチャラだね。即逃げたよな今のは。飛びつきがなくなったよなこれで。うわー、ここっぽいなー。でも
違うんかい。コッパがコッパみじん。気配察知、やっと来たー気配察知が。混乱、真っ暗棒、混乱？混乱ないんじゃないの？しびれだけで。力はいらないな、真っ暗棒。真っ暗目つぶしか。力と交換して、あとここだな、真っ暗棒。上か下じゃねえかよこれ。よし、あと合成が出れば武器は OK だ。うわっ、あかんあかん。冷え冷えを使おう。使わないとあかん。使わないとあかんけど、気づかんかったな、そこまで。
言えるもんがねえな。いや、動かないが正解じゃね？採用くださーい。そっから行けんの？それはあかんな。ちょっと早めに行くべきだったな。矢は生命線と言われた言葉が分かってきたな。なくなってきたよ、もう。なかなかひどいな、これも。倒せねー。28。ダメダメ、あなたダメ。
鈍足じゃダメか。もったいないな。ひー、50回。きついきつい。眠りと、ロイド先生。今、上に来てねえか。来てるよな。飛びつきってなくなったんだっけ？識別の中か。きついな。あ、来ちゃった。まあいつか出るわな、こんな。今右側に行ったのがデブータ組だろ。あ、左は部屋あるな。どうしようかね。さあ、どこへ行くのが安全かな。右上かな、これで。あ、またなっちゃった。
わあ。ここでもない。わあ、違ってるとは。やめてー、それは。痛い。ああ、勝手に動くようになっちゃったから、あれだな、この階降りたらおしまいしようかな。果たして部屋どこだと。あとやべえな、デブだけがいるんだよな、まだ。コロコロ。あったけど。ふぅ。どうしようかな。ん？あぶね。鈍足にはなった。で、くんじゃねえよ。だからやめろっちゅうの。で、睡眠を飛ばして、壺があるのがな、気になってんだよな、あれ。ほっ、起きないで欲しかったな。ほっ、目配り行こう。ちゃうねー、マジで違うんだって今の。うわー、きつっ。あれがデブータがいるんだな。まあ、デブータと距離を取りつつ次の階層まで行こう。うそー、いらん、来んなよ。だからThank you.
このマスが射程距離か。回復アイテムなんてないもんな今。識別割らなきゃダメかな。もうそろそろこれ割っても大丈夫だよな。1234つで識別があって、幸せ飲んじゃえばいいんだから。敵は近くにいないから、こんな状態ですが、一旦ここでおしまいしようと思います。なんとか50回までたどり着きました。瀕死です。合成が出れば武器は OK ですね。盾はあれだな、昼盾が出るか出ないか勝負のところがありますが、まあそれが出てくればもう少しマシになるんじゃないかなと思っています。あとはまあそろそろ死んでもおかしくないので、いつそこら辺のところがどこら辺まで耐えれるかというとこだと思います。そしたら一旦ここでおしまいしようと思います。はあ、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。